はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、たかぽんです。今回はですね、マルチプレイヤーの方をやっていこうかなと思います。よし、クイックマッチ。で、赤い敵の方がポイントが多くてですね、なるべく赤い敵をバン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 倒していくという感じですね。硬いね。あ、やべえ、後ろ来てるわ、ミサイル。いや、俺は対地系のね、ミサイル系は持ってきてないですので、なるべく空にいるやつらを倒していこうかなと。こりゃいて、ミサイル当たるかもしんねえ。ねえねえ、こいつだな。 SU-27 ロシアの戦闘機ですね。これまた強いですよ、この戦闘機は。おお、危ない。よし、地上部隊はまあ味方さんに任して、空をやりますか、おとなしく。味方さんの戦闘機に対地専用の、対地っていうか、まあそのね、対地に特化した戦闘機がいたので。あ、やべ、その人に任して。よし、こっち負けてますね。すげえ、ド近距離ですね。赤いやつ、こいつか。 SU-27 も全部赤のようですね。ベータリンク、あ、味方もロックしてんのか。今敵のこう知る四角の方に青い矢印っていうか、あれがシルエットみたいなの出たと思うんですけども、味方が同じ機体をこう選択してるっていうことですね。作戦優先度が変更された、緊急ミッションだ。ターゲットをアップデートする。海洋に敵潜水艦を確認。敵潜水艦ですか。敵潜水艦は UAV を搭載していることが判明した、注意せよ。あ、やべえなこれ。
多分ね、この潜水艦かなりポイントもらえると思うんですよ。最重要目標的なあれですので。でも俺の今期待がですね、このミサイルと機銃じゃ全然多分ダメージ与えられないですね。味方が多分どうにかある程度与えてくれるとは思うので。あ、やられた。よし、ある程度減りましたね。こっちもがっつり負けてますけどね、やっぱり。まあ、こっちも機体も機体なんで敵ほど揃ってないっていう見た感じでも、敵の方が機体と兵装が十分あるんで、それの違いかな、確実に。まあ、地道にマルチをやって機体をアンロックしていくしかないかなっていう。機体と兵装。よし、もうちょいだぞ。よし、目覚ましい働きだ。 OK だね。サルド、まだ敵が出てきましたので SE47 MIG29 か。はいよ。もうすぐ落ちる。あと一発か。もうそれ機銃当てればでですね、機銃は丸いねアイコンっていうかあれが出ると思うんですけども、あの状態でこうあれに合わせて撃てば確実に弾当たります。でこれが出てなかったとしてもですね、一応当たります、遠距離でも。終わっちゃったね。敵の機体がちょっとサンダーボルトもいるんで、 A 点もいるんで、赤い機体があれは対地とかそれに特化してる機体ですね。さて、ランクがアップ。なんだこれ。ルーキープラス1、エンブレムジャベリンを獲得。これは何？戦闘機研究レポート。機体か。お、 F16 が研究が完了。ハンガーメニューからいつでも行える。7500調達費用。今クレジット82987はあるんで F16 をもらいましょう。さあこれで F16 の手に入ったね。さてこんな風にですね、クリアしてってファントムも OK のようですね。ん？おん、で今回はもう燃料を使いまくったのでないと。支給の燃料もないですので備蓄もゼロですね。支給燃料で地道に頑張るしかないかなっていう。機体ツリー、機体セット、
セット編集機体変更で F16 のファントム選択と。研究レポートしよう。研究技術 11.11% 上昇。よしよし。装備の変更、特殊兵装変更、これでいいね。兵装とか搭載パーツ、データリンク効果、こういうのがいろいろありますね。こちらの方も多分マルチをやってこう何回かやんないとどんどんアンロックされない感じですね。で次アンロックするのこれですので、アンロックしたいのこれですね。これ取ってこれ取ってみたいな。これなんだ、フライングスーツ。ほう、まあ、F4 も一応なら発注しておきましょうか。お、新たな特殊兵装がアンロックされました。でこちらの AV88B ですね。こちらは垂直離陸できるハリアーって呼ばれる、あ、愛称はハリアーって書いてますね。うん、でこれはミラージュ、確かどこの国だっけな、ロシアだっけな。こちらはアタッカーですね。まあ、地上の敵と、もちろんここに書いてますね、地上目標に対して特攻っていうか走行も上げて、まあ、速度も遅いんですけども、旋回能力も遅いんですけど、地上の敵に対しては強いと、まあ、十分ダメージが与えられる機体ですね。で特殊兵装が手に入りましたので、機体ツリーから釣りちゃうわ、セット編集から、名前変更じゃなくてこのセット編集、装備変更、特殊兵装はこれだけか。先ほどの機体か、 F4G ファントム2ワイルドウェアセル、ウィーゼルワイルドウィーゼルっていうもんだね。へえ。でこれの装備でこれと、長射程と攻撃力を兼ね備えた空対地ミサイル、あ、対地ミサイル、投下爆弾ほどではないが着弾後の爆発範囲も広く目標の周囲を巻き込み破壊する。まあ対地に対しても有利になったっていう感じかな。この F4G は、うん、対地にも特化させたやつなのかもしれないですね。じゃあちょっと今回はこの辺で終わりたい。